ギボ先生、ギボ先生をご覧の皆さん、はいさい、はいさい、はいさい。すみませんでした。キラキラ星、そしてカエルの合唱などをね、これまで練習曲としてやりましたが、少しまた長めの、ちょっとね、まあ長いと言ってもね、童謡の、蝶々という曲を三振でいきましょう。これはローやオツ、ジョー、そして開放弦以外のね、いろんな音がたくさん出てきますので効果的でございます。まずは、クンクンシーの音を言いながら言ってみたいと思います。今日は、CFC ですね。はい、1、2、3、はい、ジョー、ロー、ロー、ヨン、オツ、オツ、アイ、オツ、ロー、ヨン、ジョー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 、ロー、ロー、ロー、ヨン、オツ、オツ、オツ、アイ、ヨー、ジョー、ジョー、ロー、ロー、ロー、オツ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 、ロー、ヨン、ロー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 、ヨン、ジョー、ジョー、アイ、ロー、ジョー、ジョー、ロ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 ーがたくさん出ますね。それでは、歌、歌詞をね、入れながら歌ってみましょう。蝶々、まあ、三振のポイントとしてはやっぱり一音一音きれいにね、弾いて他の音に、他の、弦に触れないような、しっかりとね、均一に弾いていきましょう。1、2、3、はい、蝶々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 、魔の葉に止まれ、魔の葉に開いたら、桜に止まれ、桜の花の花から花へ止まれ、蝶々をやってみました。何回もね、練習してみてください。バイバイ。